彫刻刀で彫り取るとき気をつけることがあります。これは板と彫り跡を横から見た図ですが、このように彫ると印の部分が欠けたり折れたりするので、このように彫りましょう。彫刻刀を使うときに、むやみに人に刃先を向けたり、刃の進む方向に自分の手を置くと危険ですので気をつけましょう。彫ったところはすると白くなります。彫刻刀の種類によって柔らかい感じ、硬い感じ、鋭い感じなど違った効果が出ます。自分で工夫して面白い効果を作り出してください。